高橋由一チャンネル。台湾が日本産食品の輸入禁止措置を解除にっていうニュースがありましたけども、うん、これについてちょっと。まあ、これはね、一歩前進なんですね。で、それは評価しますね。はい、それで、もともと、東日本大震災の福島原発の後、はい、世界各国で日本産品の輸入規制をしたんですよ。これは事実ですね。はい、で、まあ、ああいうような事故があったんで、当初はしょうがないって思いますね。で、55カ国でやったんですよ。はい、その後ね、まあ、良識的な国はね、うん、もう、その輸入規制を撤廃。全くなくしてるんです。うん、これ41、はい。これで残りで14、まだ残ってるんです、はい。残ってるんですけど、その輸入規制のうちひどいのが、はい、まあ輸入しない、うん。で、あともう一個は輸入するんですけど、いろんな証明書をつける。その二つの規制があるんですよね。はい、これで、輸入しないっていうのは5カ国地域。5。それであと9カ国地域っていうのが証明書をつけるって。はい、で具体的に、5個のを言うと、はい、中国、韓国、それに香港、マカオ、もうこれ中国だね、それに台湾だ。だから言ってみると中国、韓国、台湾が輸入しないっていう規制、ね、それで あと証明書をつけたりするっていうのは基本的に EU です、はい、ではイギリスなんかもそう、はい、というのがちょっとまだ規制が残ってるんですよ、うん、その意味で41のところは全部なくなっちゃった、はい、残り14があった、はい、そのうち14のうちの5個、まあ中国、韓国、台湾だけなんだけどね、この台湾の方がもう輸入しないってところから証明書をつけるって方に実は移ったっていうのは今回です。本当に輸入させないのはもう中国と韓国しか残ってないということ、これで証明書をつけるっていうのはイギリスとか台湾なんかが今度そうですよね。これで残りの41っていうのは撤廃したと。でね、41の内訳見るとすごく面白いんだけど、はい、実はね TPP の加盟国、はい、TPP11 ってあったでしょ、はい、日本以外は10個あるんだけど、はい、これは全部撤廃。あ、撤廃なんですね、うん、だからこれはねいろんな事実として使えるんだけど、うん、今度、TPP に加盟したいって言ってるのがまずイギリス、うん、で2番目に言ったのが中国、はい、でその次台湾、はい、で韓国には準備してるって、はい、そういうことだよね。でもこれねイギリスと台湾について今は証明書、今度ね、はい、まあ台湾は輸入禁止か証明書っていうことでちょっと緩くなったんだけどね、はい、両方の国に実は撤廃って言えるんだよ。なぜならば、はい、TPP に加入してるのは全部撤廃してるから。撤廃しなかったらおかしいでしょって言えるわけ、はいはい、でイギリスは、まあ、EU と今まで歩調を合わせてきたからちょっと証明書だったけど、うん、TPP に加入しなければ撤廃しろって言えるから、ね、入りたいから撤廃するかもしれない、ね、はい、台湾もね今回輸入しないってことから証明書っていうのに緩くなったんだけど、はい、さらにそれを撤廃っていうのに持っていけばいいんで、 TPP 入りたいんでしょって、はいはいはい、でここで中国の方はずっと頑張ってるわけ、はい、輸入規制を輸入しないっていうの、はい、TPP アウト。それで場合によってはイギリス、中国、台湾って順番だけどね、はい、中国、台湾ひっくり返してるんだよ。こっちが条件クリアしたからっていうことで、うん、で残るのは中国と韓国だけこれはだからねルールメーカーって言ってね、はい、TPP11 でルールメーカーはどこの国かって言ったら日本なんだよね。アメリカが抜けちゃったから日本が頑張って守ってたんだよね。だからこれはそのルールメーカーの立場とね、これ合理的な話だから、はい、TPP に入ってるんだったら科学的合理的な理由で、はい、撤廃っていう風なことになってんだから撤廃しろって言えるわけ。へー、うん、TPP と絡めて話する、すごく面白くてね、はい、中国と韓国だけが TPP に入れなくてのけものになるんだよこれそうなんですね、うん、ロジカルにはそういうことだ。だって他の TPP の加盟国みんな撤廃したんだから、はいはい、でもそれ撤廃するのが当たり前でしょ。科学的な合理性がなければ撤廃だから、うんうん、それでイギリスと台湾は撤廃に持っていかなかったらダメって言えばいいんで、ああ入れないよって、うん、そうするとあれでね、韓国と中国今でも輸入規制してるからね、ものすごい取り残されるよね、はい、そうです。こういうの世界に言うんだよ、うん、見せしめ、そりゃそうでしょだって中国なんかはっきり言ってまだ輸入規制を守りますって宣言しちゃったしね、うんうん、今回台湾は変だと言って、はい、中国は守るって言っちゃった。なんか、ああ、わかりました、わかりました。ああ、じゃあその中国と台湾の順番ひっくり返して、台湾を先にやりましょう、戦車しましょうって、それ交渉の過程でね、台湾がね、あれだよ、台湾に言ってね、なんか証明書かなんかの規制をなくしちゃえばいいです。なくせば、なくさないと TPP ダメですよって言えばいいだけど。これは日本は言えるわけ。言えるんですね。うん。ところは、
中国と韓国で。まあ、あの、韓国にあえて言ったらいいんだよ。このまま中国と友連れでいいんですかって言えばいい。これはね、日本がね、ルールメーカーになってる強みですよ。このね、だからルールメーカーになると強いんだよ。だから TPP でね、亡国言ってた人たくさんいるでしょ。まあ、あれがね、このルールメーカーの立場になっちゃって、こんだけいろんな交渉ができるようになってるんだ。今まで日本がそんな立場になったことないよ。ないんですよ。うん。これはだからアメリカが抜けたから棚ぼたなんだけどね。はっきり言えばね。棚ぼただけど、でも抜けた後頑張ってたんだから、日本は。はい、それで成立させた力で、もちろん。それはそうだよ、うん。それでだから日本の規制っていうのをね、てこにしながらね、この、あの TPP なんてこういう規制あっちゃいけないんだからね。科学的合理性がない時に規制してはいけないってことだから、はい、だから中国と韓国は TPP 入れませんよ。あ、その時一番頑張ってたのって日本の政治家って。日本、はい、政治家みんな頑張ってたよ、みんな。そうなんですか。うん。だってアメリカが抜けちゃったからね、トランプの時にね。だから安倍政権の時だけどね。あ、甘利さんなんか頑張ってたよ。あ、そうか、甘利さん。そうそうそう。だから、あの、一生懸命頑張ってて、抜けた後も頑張ってるからね。だから、それは今、そういうふうに果実になってて、はい、日本の、あれがね、立場がね、はい、いいから、こういう時にいろんな交渉ができるんだよね。あの、台湾だって、今回ね、あの、規制を緩くしたのは、うん、TPP 意識点に決まってるんだよ。あ、そうだそうだよ。だってさ、だって TPP の他の、あの、11の他の国はみんな撤廃なんだよ。はいはい、撤廃まで持っていかなかったら入れなそうじゃない。そんなの見てて分かるじゃない。うん、で、どうしてね、他の国が撤廃なのに撤廃じゃないのが入れるって言った時に、難しいでしょ、説明も。そうです。うん。台湾だって入りたいから、はい、徐々に徐々になんだよ。うん。ということなんで、ね、はい、これは中国さんと韓国さんはね、はい、これから大変ですね。それますけど、そんな中、うん、あの、元首相の人たちがとんでもないメッセージを。本当ね。出しましたけど。まあ、これは、あの、ドイツのエネルギー政策を、元首相の5人の連盟の最後の時に、ドイツを見習えって書いて、こんな見習っちゃいけないだろうって。やっぱりおじいさんもうそろそろ、何も言わない方がいいよ。と思うよ。政治家引退したじじいになったらね、何も言わない方がいいよ。あの、あとね、小泉さんもなんかも言うんだけどさ、後継人であるね、ジュニアが言った方がいいよ。もうやめとけと、この辺りで。それなんで言っちゃうんですか。まだ成仏してないんでしょ。なんか俺ここにありみたいな感じなんですか。わかんないね、あれはね、よくね。まあ、あの、活動家の人たちに乗せられてるんだけど、乗せられちゃダメなんだよね。だってあんな、だって文言とかそういうのみんな本人書くわけないじゃない。文面がね、ドイツ見習えってこれはないよな。ドイツなんて東日本大震災の以降ね、原発を止めちゃって大変になっちゃって、止めつつフランスから原発のエネルギー買って、今度ロシアが天然ガス買って、これで日もサチも今行かなくなってんじゃない。これでおまけに国内ではまだ石炭を掘ってるってんだからね、わけわかんないよ。ほらそんなとこ見習えと。ああ、見習えは無理だよね。あの、どんな、でもドイツは見習っちゃいけないっていうのしか出てこない。だから EU の中でも原発はクリーンになっちゃってるし、もうあれだよね、ドイツを見習えってのはないよね。あの、ドイツを見習えって国ってのは EU の中でもオーストリアぐらいしかないんだよね、もうね。あと他の国はもうみんな、あの、原発クリーン。原発はクリーンエネルギーですっていうふうに、もう、舵切ってた。そうですよね。うん。いや、なかなか困った人たちもいるんですね、日本に。ああ、いますね、たくさんね。困った人たちですね。うん。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。